こんにちは、YouTube 予備校です。今日はですね、またこの1年ね、じっくり腰を据えて早稲田に受かるための数学の勉強法、これをお話していこうかなと思っています。で、数学に関しては今ね、非常にこう優遇されている科目の一つかなと思うんですね。地歴で目指すよりも数学の方が狙いやすいことは往々にしてありますし、一部の学部においてはね、もう数学が必須だというふうになってきているわけで、でこの数学っていうのは結構その文系の人、特に私立文系の人は敬遠しがちなんですが、ポイントを抑えてやれば結構1年でね、成績が安定的に上がっていくってことが可能な科目です。で実際僕自身は数学はですね、勉強法をしっかり確かめてやって2ヶ月で偏差値を29から62に上げたっていう経験もありますし、最終的に偏差値は、まあ、真剣模試ではあるんですけども偏差値96という数値も叩き出すぐらい得意な科目です。で数学はどんな参考書をやるかってことももちろん大事なんですけども、まあ、それ以上に大事なのは勉強法をしっかりね、把握していること、これに尽きるわけです。特に計算力を身につける勉強法と基本解法を覚える勉強法、これはね絶対に外せません。でやっぱり難関である早稲田に関して言うと、もう一つね、応用力の勉強法、これは覚えた解法を使ってね、難しい問題、初見の問題を解いていくっていう勉強法になるんですけども、この3つをねしっかり意識しながら勉強していく、これが非常に大事なポイントです。でね、今回のこの勉強法というのは過去ね、数多くの早稲田の合格者を生み出していった中で数学の利用者は全体の2割ぐらいはいました。なのでその2割の人たちの合格の経験に基づいた勉強法をお話していこうと思ってますが、ただね、学力で言うと小学校レベルはなんとかクリアしている、だけど中学レベルの数学が半分も取れないと、そういう状態から始めた人たちが多いので、この動画は参考なんじゃないかなと思います。では早速ね、やっていきましょう。まずですね、最初のステップ、春ですね、3、4、5月ということに関してですが、ここでやってほしいのは計算力の力つけてほしいので、高校入試突破計算力トレーニングという参考書、これを一冊やって、もう計算内容すると覚えるぐらいやり込んだ方がいいですね。でその上でね、高校入試中学3年間の総復習数学ということで、基本的な中学数学をしっかりね、ここで押さえてほしいと。これ漏れがあるとかなりね、数 1A 以降のね、数学の勉強の成績アップに支障があるので、ここはしっかりね、固めておきたい。そして余力がある人はさらにね、基本の鍵だけで解く入試数学、高校入試塾の先生が教えるシリーズという参考書があります。ここまでやり込めば相当な応用力が身につきます。でこの応用力を身につける勉強法というのは非常に難しい勉強法でもあるので、別の動画でね、説明してます。ぜひね、 YouTube 内で満点数学勉強法 YouTube 予備校みたいな感じで検索いただくと引っかかるかなと思います。ぜひ見てください。でここでは基本的にはもう中学レベルの数学をしっかり固めていくってことをやっていくんですが、現代文、これもね、実は外せないんですね。もし現代文があまり得意ではない、高校入試レベル、まあ、要は中学レベルの現代文もちょっと怪しいなっていう人は、この時期にね、この中学総合的研究問題集、国語読解という赤い参考書、これを一冊やっておくことが大事ですし、この中で出てくる言葉がよくわからないということであれば、スタートアップ1400というね、中学漢字の参考書、これもこの時期にやっておくことが非常に大事だと思います。この現代文、中学レベルもしっかりできていれば、数 1A 以降の勉強は非常にスムーズになります。逆に言えば、もし、この現代文の力に限りがあったり、中学レベルに限りがあると、勉強がすごくね、滞ります。例えば確率とかね、場合の数苦手な人多いと思いますが、これって実は現代文の力がないとなかなかね、理解できないってことが多いんですね。確率がわからないってこと、数学がわからないんじゃなくて現代文がわからないってことが結構原因だったりしますね。そして中学レベルの1次関数2次関数がわからないと、高校レベルの数 1A の2次関数もわからないし、2次関数がわからないとなったら微分積分も理解しにくいしっていうね、こう全て連関しているので、ここをしっかり意識してやっていきましょう。この時期、3、4、5月が一番大事です。で、夏ですね。夏に入ってくると、6、7、8月、この3ヶ月間なんですが、もう数 1A を仕上げていくんですが、数学の勉強っていうのは、まず 1A を基礎から入試レベルまで仕上げることを意識してください。1A の基礎を終えて 2B の基礎に行くんじゃなくて、まず 1A の基礎をやったら、標準をやり、そしてもう早稲田レベルまで仕上げて 2B の基礎に入っていく。これが非常に大事です。ということで、まずは元気が出る数学 1A という、こういう参考書でね、基本的な解法を抑えて、そして合格数学 1A で標準からやや応用レベルの解法をしっかり抑えていきましょう。ここではね、最初にお伝えした応用力の勉強法を早速ね、実践していってほしいと思います。そしてこれが終わった後に文系数学の両門プラチカ数 1A2B の 1A 範囲のみをやって、とにかくもう入試レベルまで仕上げていく、
これを意識的にやってほしいと思います。で、数学は、まあ、他のね、マセマ以外のいい参考書もたくさんあるんですが、それを使っていただいても構いません。だけども、大事なことは、勉強法ですね。勉強方法をしっかり確認してやる。それさえ押さえておけば、基本どんな参考書をやっても数学は伸びます。数学は教材よりも勉強法。これが本当に大事なんで、まだね、数学の勉強法に対して苦手意識がある人は、ぜひね、YouTube 以降のこの数学の勉強法を見てほしいと思います。うまくね、見つけられないという人は、まあ、気軽にコメントいただいたらね、またそこでリンク先貼ってあげようと思ってますので、ぜひね、聞いてください。そして、ここでね、1A を仕上げた次、秋ですね。9、10、11。ここでは 2B に入っていきます。で、2B は、やはり 1A よりも内容が難しいので、初めから始める数学 2B というね、元気が出るよりもちょっとね、下のランクのより分かりやすい参考書、これ解説が非常に詳しいんです。某チャート式ではね、省かれている解説も全てこれで網羅されているので、数学が苦手な人、非常にね、このマスマシリーズの参考書はいいと思います。で、これでまずね、初めから始める数学 2B で基礎を抑えた後に合格数学 2B に入っていくと。で、ここはもうかなりね、難易度の高い問題も網羅してますので、ここでしっかり解法を理解して覚えていく、そして覚えた基本事項、基礎事項をもとに難しい問題を解くという応用力の勉強法もこれ実践してほしい。そしてこれが終わったら、文系数学の両門プラチカ 1A2B の 2B 範囲をしっかりやりましょうと。基本ここでもう数学はほぼほぼ完了というふうになります。で、冬は12月1月2月この3ヶ月間で何やるかということなんですが、まずはね、過去問をやりましょうと。で、過去問をやっていくと自分の苦手なジャンルっていうのがね、見えてくるんで、まあ、そこをまた追加のインプットの教材等で押さえていくのもいいですし、過去問をやり込んでいくことでそこをカバーしていくことも数学はできます。で、こういうふうにもうね、過去問ベースの演習をしっかりやっていく。それで難易度が高い大学、難易度の高い学部を受けられる方に関しては、大学への数学一対一の対応などをね、過去問演習一貫としてやっていくっていうふうにやっていけば、数学は安定的に得点できるというふうに考えています。もちろんもっとね、たくさん参考書を使った方がいいという人も意見としてあると思いますが、僕はそれよりもやっぱり勉強方法ですね。勉強方法をしっかり確認して、それを一個一個確認しながらやっていく丁寧さっていう方が、数を多くこなすよりも大事だと思っています。数学がね、どうしてもまだ苦手で、でも興味がある、使ってみたいという人はね、気軽に個別相談 LINE いただけたらアドバイスしていきたいなというふうに思います。人によってはやはり1年でどうしてもね、間に合わないという人も中にはいます。特に小学校レベルから破綻してるとかね、中学校レベルが大きくもう知識全くないとか、そういう状況であれば、ちょっと場合によってはね、1年間で難しいっていうこともあり得るんですが、それは自分で判断できないことも多いと思うので、そこも含めてね、アドバイスしたいと思ってます。ぜひね、今日の動画を参考にしていただいて、早稲田数学クリアしていただきたいと思います。今日は以上です。